どうもアースクエイカーデバイセスのタカです。今回は、EQD ジャパンツアー2019年の最終日5日目ですね。福岡のインザに、やらせてもらってます。今武井さんと戸高さん、健太郎さん、あとまあ、ボリスの、ギターテックとして一緒に回ってるあのカルトを始めた細川さんも今ここにいますけど、どうでしょうツアーの方は。今日で最後でしたけど、最後ですけど、今はどんな感じでした？楽しかった。楽しかった。どうあ、ね、温まってきた頃にっていう、ね、終わっちゃうっていうね。まだもう全然できる、ね。細川さんなんかも仕事の量が凄まじくてちょっと申し訳ないなっていう。いやいや全然全然。ペダルのまずこれにね、リラクサーとリサーがあってペダルのまず数が尋常じゃないっていう。まあ。すげえっす。すげえっす。まあでもね、これをまたアメリカに持ってってやろうなんてバカな話もしてますけど、ね、どうでしょう。なんか今回そのまあ前もちょっとインタビューでやったけど、これは一応このツアー用に組んだペダルって感じではあるんですか、皆さんは。例えば俺は俺はそうだね。うん、セットリストを組み込んで。うんうんうん、これだとこれは使うよ。セットリストで結構変わる、うん、ちょっと変わるんですね。戸高さんなんかもじゃあ。俺もあのこのツアーの直前に言われて、うん、そうちょっと EQD のボードを中心、あ、EQD のペダル中心にちょっと組んでみようかって。クリプトシティ用のこうボードをちょっと組まないって言って。あれ細川さんなんかは、はい、ここの2人のボードもやったりするんですか。いや、やってないです。僕はもう完全に。そうですね、まあ、普通に知り合いではあるんですけど、うん、ボードはやってはいない。あ、そうですか、はい、細川さんなんかこれあのうちらも付き合うけど EQD があのモノのね、はい、そうですね、あれはもう全部やってます、ね、あれはあれ2人ともやってるんですか、モノのメンバー。僕がやってるの実はベースの玉木さんとギターの後藤さん、タカさんなんですよ。あ、ヨーダのはやってないんだ。そうなんですよ、うん、同時に結局預かれないんで、うん、あ、そっか。そうなんです。じゃあ別になんかヨーダさん性格が悪くてなんかやりたくないからそういうのではない。そういうのではない。あ、そうなんです。すいません、余計なこと。すごく性格はいいです。いや、俺はもう、ヨーダさんにはめっちゃお世話になってるんですよ、いつもね。この間も飲み連れてってもらったりして。まあそんな感じで、まあ、ツアー行ってますけど、まあ今日ともう最後なんでね、ちょっと寂しい感じありますけどね。うん。ね、いや、もうほんとね。阿藤さんもね、もっとやりたいって言ってたからね。ねえ、あと10本ぐらいいて、うん、全然いける全然。日本で回れるところあればね、もっと足伸ばしてこの先ね、何年かちょっと名前が上がったらこのツアーのね、行きたいんですけどね。行きたいですね。そうですね。じゃあまあちょっと武井さんのこの綺麗なボードの話をちょっとしてこれちょっとね、うん、でもこれ細川さんの仕事だと思われたら嫌ですよね。これは全部自分でやってる。綺麗なボード。綺麗なボードだね。そうそう、さすが、もうさすが細川さん。なんかこれあ全部知ってますみんな、これ使っ、ほら、例えばほら戸高さんなんかほら、はい、自分の持ってるペダルは大体音がために入ってるからって言ってるけど、はいはいはい、これ一応みんな知ってます。ここら辺は持ってるやついっぱいありますね。大体メーカー全部わかりますね。あ、そうなんだ。まあ、やっぱたけしさんで言えばやっぱね、ドワーフのあれが一番やばいんじゃないかっていう。ね、あれはやばいですね。あれは僕も持ってますけど。1号機だって本当の1号機なんだ。うん、1号機ね、うん、本当の1号機ね、そうだからバックアップでね、2台目もらったんだけど音が全く違って、それはバックアップじゃないだろうって。え、なんか基板が違うとかパーツが、音がもう全然違 う、 もう中身が一緒なんだ。中はね、まだ見てないんだけど、うん、もう明らかに違う。全然違う。あ、そうなんだ、うん、いい音なんだけどね。あ、まあまあまあ、まあ、今その自分が気持ちよく使えてるフィールとはまたちょっと違うんで。あ、うん、はいはいはい。へ、これバズボックス一番手前にあるんですか。そう、うーん、全部を台無しにするから全部を台無しにする、うん、そうそう。あ、これが一番初めなんだ。そう、だからこれシグナルチェーン的には。そう、これだからギターインプット、うん、一番最初入ってるんだけど、うん、これでこの、まあ、スイッチャーのここ、ね、このね、マークしてある、はい、ここを押すともう全部のペダル、アンプが鳴って、もう外のラインも全部その音になるから、要は全部のアンプ外もこれの音になるから、うん、全ての音を台無しにするために。えぐー、なんか悪い人みたいな感じじゃないですか。自爆スイッチみたいな感じ。あ、そうそうそう、困った時はこれね。あ、まずね、これ踏んどけばもうとりあえず、うん、そうなんだ、うん、あれこのボードトゥーデスやったじゃないですか、はいはい、あれは入ってなかったですよね、左上あれ入ってました。シフトライン、うーんと、シフトライン入ってたと思うよ。あれ入ってたかな、うん、ごめん、もしかしたら、でももしかしたらホーリーグレールだったかもしれない。入ってたかな、うん、これも
これ入ってたかな。あ、でもマレッコですか。マレッコの、うん、あ、昔のやつ。うん、割と最、まあ今も現行であると思うんだけど。あ、そうなんだ。ディストーションかな、うん、うん、俺これがいいんですよ、ブートレッグ、うん、そうそう、これは結構ね、俺もう外せなくて、外せないんでしょ、うん、もう俺も、そうブートレッグって ESP だっけ。これはブートレッグって ESP じゃない、大阪の会社の取り扱いですけど。取り扱いなんだ。そうですね、うん、大阪の会社。これどうですか、結構使ってて故障とかないですか。とりあえず単体ではあんまりないね。ないね、うん、これももうそのね、静岡のあね、ソウルパワーね、うん、作ってもらったけど、これもまず壊れないし、気合入っちゃうみたいな。これあの綿さんのボードにも同じの、うんうん、あれもう機能的には全く同じなんですか。同じだけど綿のは壊れるスイッチ何回変えたってくらい壊れるんだけど、俺本当に1回だけちょっとヤバくなって、うん、あの1回だけ交換してもらったことあるんだけど、それがないんだけど、綿はもうなんかね壊れる、踏み方がひどいみたいな、そういうんじゃないかもしれないね。ヒールで、ヒールでこうか、ヒールのこっちの方でこう踏むみたいな、逆にご褒美をね、やらしいな、いやらしいな、それご褒美をね、ちょっとツイッチャーに。じゃあ次戸田岡さんの。これのはもうまだ何の変哲もないって感じなんですけど、うん、どうですかね。ワウから入って中の方行って、まあなんか歪みペダルばっかりだなっていう感じですね、うん、あれワウとか結構こだわる方ですか。ワウはずっとこれだよね。もうずっとこれっす。もう好きだからってことで、まあ音が割とちょっと、あともう踏み込めばすぐかかるっていう、うん、あ、そうなんですよ。俺感覚的にこう、俺オールドスクールなワウしか持ってないからあれなんだけど、ギャオってこれ足を乗せるとオンになるの。そうです、キュンみたいな。あ、そうなんだ。うん、そういえばさ、話ごめん、たけしさんワウ使います。あんまワウ人間じゃない。うんとね、使う時と使わない時があって、でも使う時は結局あの全部ビシャーってさせるだけだから、あ、これでニュアンスとか別にこう聞かせたいわけじゃないけど、あ、なんかそれでソロ弾いちゃうとか、うん、そういう感じじゃなくて。なるほどね。まあ、でも俺今回のツアーで綿さんの使ってるあのワウちょっと欲しいなと、うん、あれどこのメーカー。リアマッコ。リアマッコですね、うん、ねえねえ、あれいいです。なんかスイッチいっぱいついてるけど、あれいいな、あれすごいエグいよ、うん、ケンタロウさんワウ使う。クリプトシティで俺使ってたんすけど、うん、なんかもうちょっと、もう一歩なんかしっくりきてほしいなって思いながらずっとこうワウ探してて、うん、で綿さんのちょっとワウの音聞いて、あ、これちょっと試してみたいな。あれは結構追い込めそうですね、うん、あれちょっと可変幅とやってみたいわ。これ戸高さん、あの具体的に音が、まあ、その触ったらすぐ使えない音が鳴るから、はい、まあ、便利だってのもあるけど、やっぱ音もそれなりに、あ、なんか分かりやすいんで、なんかワウを使ってるっていうよりはちょっとフィルター的に使ってるっていう。あ、なるほど、あ、なるほどね。感覚が近いですね。あと戸高さんってあのペダルね作れるじゃないですか、はい、結構こういう既製品を買ってパーツ変えたりとかってします。本当に自分が気に入ってるものとかだったらたまにするんですけど。あ、気に入ってるのを逆に変えちゃう。気に入ってるものでもう少しだけこれが追い込みたいのがあったら、まあ、したりしますけど、はい、なるべくそのまま使いたいタイプですね。あ、じゃあ基本的にはまあそうですね、あんまりいじりたくはないタイプではある、うん、今ではあんまりもう作ってたりとかはしないですか。今はちょっと忙しくて、そう作れてないんですけど、うん、ね、まあ、アントム FX 復活のね噂が、ね、あ、なんか ね、カルトさんの方であるやらないやら、ね、ゾカ君がまあなんか一緒に仕事をしようってずっと言ってくれるんで、うん、ね、こうやってもね、言うことによって既成事実を進めてるっていう。ぜひやりたいですけどねあれ、あの、じゃあちょっとカルトの話になりますけど、一応カルトは基本的にはまあ、はい、モディファイ系をメインに行こうとして、なんつうんだろう。あ、いや、そんなこともないですか。好きなブランドを取り扱ってて、うん、その中で好きな製品を取り扱ってて、で、うん、オリジナルももうかなり作ってますし。あ、そうなんですか。そうなんですよ。まだ出せないんですけど。あ、いや、なんか俺は海外からでしか見てないですけど、正直日本のその熱とか正直は分かんないんですけど、はい、外から見てると、いや、なんかやっぱ面白いことやってるなと思って。 あ、 ありがとうございます。攻めてるよ、ね、いや、本当に本当攻めてる。だからそういう人いないと、なんかね、コンパクトペダルのシーンが盛り上がんないんじゃないかなと思って、すごい俺的には個人的には期待してるんですけど、うん、まあ好きなことをやってるっていう、ただそれだけですね単純にでもうちのジュリーとジェイミーもそうだけど、基本的に、はい、まあジェイミーがそうだけど、ほら、あいつ、ほら、ああいう性格だから、ほら、自分の好きなのしか作んないからね、はいはいはい、まあ、そういう方がやっぱ面白いですよね。そうですよね、うん、売れる売れないとか考えずに、あれ、細川さんから見てて日本のペダルシーンって今どう思います？
まあその大きい会社抜きで、はいはい、そういう、うん、一応なんていうの、もう EQD はもうインディペンデント会社っていうにはでかすぎるけど、はい、そういう、まあ、ガラージメーカーっていうか、あ、そういう、そういわゆるなんかトップ3とかトップ5じゃない人たち、どう思います？日本がなんかこう特別どうとかっていうのはあんま感じないですね、うん、世界と同じようになんかなかなかいいのが出づらくなってるなと個人的には思いますね。それってやっぱもうペダル出し切った感があるからってことですかね、うん、それもあると思いますし、種類とか手種類的な、うん、あと単純になんか結構みんなこう簡単なフォーマットをやろうとしがち、あ、逆に単純にその今もう先人たちが作ってきたものを、例えばですけど、うん、PCB 基板の発注方法とか、うん、そのプリント方法だとか、うん、まあ、ないし、もう今ってケースってほぼほぼ大きさとか形決まってるじゃないですか、うん、昔はそうじゃなかったと思うんですけど、うん、今みんながやってきたことの中で楽な方法をみんなが選びがちに見えるんで、うん、僕としてはそれが世界中に蔓延しててそんなに盛り上がってるようにあんまり思えないですね。フーチェの村田君も同じようなこと言ってたあ、村田さんも、うん、あれ日本のペダルシーンをちょっと勉強させてもらいたいんですけど、はい、やっぱこういう小さいのあるじゃないですか、ワンコンとかすごい流行ったりとかもあったけど、はいはいはい、やっぱそっちメインって感じします？見てて、いや、そんな感じしなくて、うん、やっぱそのメインではないと思いますよ、うん、ブランドごとにやっぱりね、うん、あのまあ、信念じゃないけど、うん、ちょっとテーマ持って、うんうん、コンセプトを絞ってこうきっちり追い込んでるなっていう感じがするんで、うん、でもほら筐体の話になるけど、ほら例えば日本のヴィンテージのアメリカでもヨーロッパでも昔ってすごい規定列な、まあ、こんなサイズなのも普通にあったり、はい、あるけど日本のメーカーではそれはもうあんまないですかね、でかいっていうのは。逆に最近ね、ちょいちょいね、うん、そういう作り方をするブランドは。そうですね、日本であれですか、細川さん、筐体作ってる会社ってあるんですか？あ、オリジナルでってことですか、うん、そのちっちゃい会社でですか？まあちっちゃくてもほら大体だ、まあ、例えば DIY のとかではなんかハモンドって会社でしたっけ、はいはいはい、のが使う人がいるけど、はい、まあ、こういうオリジナルの形のとか、うん、あ、いますよ。いるんですか、うん、3、4くらい、うん、少なくともいるね。どうなんですか、細川君もやろうとしてんじゃない？そう、僕はもうオリジナルしかやる気ないんで基本的には。で、あのさっきのフーチーズの村田さんの話じゃないけど、やっぱ細川さんもなんかペダルの筐体で音が変わるっていうのを信じてる信者というか、うん、まあ、まあ、俺もそれは信じてるんですけど。はい、変わりますけど、結局のところじゃあこの筐体音がいいからこれを使おうとかっていう気にはあんまりなんなくて、もう好きな形を作って、まあ、その音が。うん、あ、こういう音ね、OK って言って中でそこから、うん、じゃあ音をチューニングすると、うん、音が変わるのはもう間違いないんですけど、うん、音がいい筐体を使おうって気は一回もなったことないです、ね、なるほど、うん、あと俺今この全体のペダル見て思ったのが、あのヴィンテージってあんまやっぱこのまあみんなってここ、まあ、この3人は、うん、あんまヴィンテージのものは使わない、壊れるからね、やっぱそれ、うん、そうね、大谷さんとかがね結構過酷なツアーとかあるから、ね、ヴィンテージ持ち運べないよね。コルグのミスターマルチがたまにでも出てきますね。じゃあ、まあ、ほら例えばほらたけしさんは海外でガンガンツアーやるじゃないですか、うん、昔は一応ヴィンテージ持ってってました、うん、だエルクのねそのパーズ、うん、あのスーパーパーズサティア、はいはい、あれ使ったりとかしたんだけど、やっぱりスイッチ壊れるし、うん、壊れた時に代わりになるものがね、同じような音が出るものないから、まずね、あ、それはそうですよ、ね、うん、ってなってくると、まあ、ちょっとそこで気持ち切り替えて、うん、じゃあ例えば単発のライブとかでフェスとかなんか面白いからヴィンテージのちょっと入れてやろうとか、そういうのもあんまないですか？ないね。あ、ないんだ、うん、もう僕はあんまりヴィンテージ全然手出さないから、俺はここ2人は、まあ、細川さんは誰でも知ってるけど、まあ、ある程度その、まあ、やってるんで流れ昔から、ね、その中でどっかで一回ちょっと切り替えてますね、まあ、あそうなんだ、もうヴィンテージどうしてもヴィンテージがいいけど、うん、でもそれに変わるようなあの現代的なアップデートされたものもあるから、うん、まあ、なんとかちょっとこうなんとかそれをヴィンテージの音を現行の製品で再現できるようにっていう。じゃあ例えばレコーディングどうですか？レコーディングだとね、やっぱりそうだね、あのだからフォックスのトーンマシン引っ張り出して来たりとかは、ね、うん、あったりするけど、でもやっぱりそれをね、じゃあロードに出たら壊れたらどうするのって話になるんで、だからもう完全にも実践向きにしないと、まあそうですね、うん、
そう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 。戸高さんなんかどうですか、レコーディングほらいろもういろいろやってるじゃないですか、レコーディングとか、ね、プロジェクト。ヴィンテージ持ってこないよね別に。俺はもう完全切り替えましたね。ああまあまあさっきも言ってたけど、なんか新しいので賄えるんだと。俺はその例えば友達とか作ったやつ、まあ細川くんとか作ったやつとかの中でも、うん、中のパーツがヴィンテージのものが使われてたり、うん、ああなるほどね。することでもうあのなるほど、欲求が満たされる、欲求が満たされるヴィンテージ欲求、中に中がヴィンテージ、見た目がもうこんなピカピカでも、もう中にパーツが古いパーツが使われてるのが一番。逆の人いるよねでもね、筐体だけ、ああなんか中だけこうちょっと使いやすいようにするとか、それはでも面白いです、ね。例えばほらブラックアッシュとかはほら古いパーツ使われたりとか、そうですよね、あるけど、あなるほどそういうことなんだ。ケンタロウさんでも最初からヴィンテージはハマってないの？うん、最初からハマってない、俺は全然、うん、え、ブードゥーラブのオーバードライブとかヴィンテージとは言わないよね、うん、もうちょっと古くないと、うん、ブードゥーラブのヴィンテージって言えば70年分かる。どうしてもね、俺ね、デフォルトのとかね、サンザンプの音だから、うん、ヴィンテージだとレンジカバーできないんだよね。あ、そっか、まあちょっと、うん、そう、上から下までうまく出ない、うん、細川さんは逆に新しいのも結構なん、はい、ちゃんともうバンバン試すタイプですか？基本的にはそうですね、まあ、うん、まあ仕事柄ね、知らなきゃいけないっていうのもあるだろうけど、うん、そうですね、ヴィンテージより新しい方がもう数多いじゃないですか。あ、まあまあそうですね、そうね、特にね、ヴィンテージはもう大体弾いたことがある分、やっぱ新しいのの方がむしろ多いぐらいですよね僕は。ああ、じゃあ逆にまあ新しいからって言って別に差別しないでいいのがあれば試すし買うしみたいな。あ、もうそうです、基本的にヴィンテージとかもあんま考えてないですね。 あ、うん、あのちなみに細川さんバンドやら、僕自分、はいはい、分からないんですけど、 やったりとか。ああ、ずっとやってましたよ僕は。今はどうなんですか？今はやってないですけど、たまに呼ばれるとかはあったんですね。うん、どんな感じの音楽？いや、なんか普通にツインドラムのハードコアとかでしたよ。あ、そう、ツインドラムの普通にツインドラムの普通じゃねえじゃん。あ、そうです。え、その時もやっぱヴィンテージのペダルが使ってました、バンバン？あ、いや、ライブの時とか、たまにっすね。例えばなんか今日はビッグマフのあの古いやつが欲しいなとかって言ったら差別なく使いますけど、うんうん、基本的にそれがめちゃくちゃ必要になるっていうことはそんなにぶっちゃけなかったですね。ああ、ちょっと話ずれけど、アンプどうですか？まあたけしさんはさ、モデル T とかさ、あのヴィンテージ使ってますけど、あた、逆に新しいアンプはじゃあ、新しいアンプ試したことがないというか、あ、もうあれでモデル T でもセットされてるってこと、うんうんうん、そうそうそう、でもね、まあ試す機会があるんだったらいろいろね試してみたいんだけど、うん、なんかもうあのチャンネルが1個増えるだけでも俺もう全然ダメで。ああ、もうタケさんオードスクールだね。そういう面だよ。そうそうそう、細川さんはヴィンテージのアンプは、はい、そこもやっぱハマってるんですか？ああ、ヴィンテージペダル、アンプ、僕アンプ屋でずっと働いてたんで。あ、そうなんだ。そうなんですよ、なんで基本的にはアンプは結構、そうですね、古いはいますね。じゃあ結構古いのアンプ持ってるんですか？好きなものは持ってはいますね。何でもかんでも買ってるってわけじゃないですけど、ヴィ、ね、ンテージアンプはまあ持ってはいます、ね。ケンタロウさんはまあそうだね、昔は GK、うん、そうね、800RB、うん、まあ今はフュージョン550だけど、うん、基本的にはちょっとモダン目だからな、うん、俺僕はまあどうだろうな、いろいろ所有はしてますけど、あんまりこだわりはないですね。ヴィンテージアンプ、セルマーとか持ってます。あ、マジで、あ、いいですね、はい、俺セルマー大好きですね。でもまあたけしさんに今度オレンジ紹介してもらおうかなみたいな。あー、ね、うん、ちょっとね、あ、そう、あれ待って、たけしさんオレンジはほら、あの、なんだっけ、テラーね、テラー、うん、あれ、あの、なんていうの、ああいうギターのでっかい、ああいうのは特には使わないんですか、ギター用のオレンジでは。あの、ツアー海外ツアー行った時にモデル T やっぱ調達難しかったりするから、うん、まあアメリカとヨーロッパにはね1台ずつ置いてあるんだけど、うん、あとオーストラリア行ったりとか、うん、あとなんか例えばフェスでどっか単発行くとかなるときは、うん、一応まあオレンジがサポートしてくれてるんで、うん、うん、まあ、あの貸し出してくれたりとかね。じゃあまあ将来はでもロシア行ったときは5150だった。たけしさんが5150、まあ、とね、レクチだった。え、どうでした？あ、意外と良かったの。あ、マジで5150が、ね、意外と良かった。まあ、まあ、カメラの前で良くないとは言えないだろうけど。いやいや、良かったよ。いや、たけしさんがそれ弾いてるのは、うん、あ、そうなんだ。なんかね、しかもね、ロシアの時はね、うん、なんかすげえ変なの持ってきて、うん、なんかヘビ柄、はい、のやつで、もうベタな本当のハードロックで、ハードロックの、まあね、うん、
常に音良かったよ。あ、そうなんだ。うちだと違うバンドになりそうだな。ねえ。でもバズボックスでどうせダメに。あ、まあまあ。ダメだよ、台無しになる。同じっていう。ほら、だって EQD、なんかバズボックスを超えるペダルを EQD で作ろうっていうね。全てを台無しにする。ね、そうそうそう。したら、まあ、たけしさんがもし、アースクエイカーデバイセスのシグネチャーモデルをやるってなったら、まあ、これを。そう。な、リクエストしちゃうと、まあ、これを超えるものって感じですか。うん、そうそうそう。全てを台無しにしたい。例えば、例えばじゃあ戸高さんがアースクエイカーデバイセスシグネチャーペダル、はい、なんか作るってなったら例えば何を、俺は、頼みたいですか。頼みなんかリクエスト、ディストーションを頼みたいです。ちょうど健太郎さんは、はい、いやこれはね、まあまあ、もういつも考えるけど ね、もうプリアンプとかね作ってみたいですけどね。サンザンプ的な、うん、を超える、まあ、俺のこの上の段に入ってるものがこう一個で収まってるようなの俺はトーンジョブとレインボーマシンも含めてってこと。レインボーマシンはなくてもいいけど、あ、まあ、じゃあそうそうそう、トーンジョブみたいな感じのもっとペスイッチとかノブのついてるプリアンプみたいな。もうそうそうそう、もうサンズを超えるんだったらサンズでも回復超えてもいいし。なるほどね。おかしいんですけど、僕ら、うん、あの僕ギタリストじゃないですか、はい、ベーシストなんですけど、うん、全く同じペダル使ったりするんで。あ、もう全然分け隔てなく、そう言われるとそうですよね。そうそう、あ、ペダルとか結構シェア します。ここはもう全然シェアっていうか、まあこう流してもらったり、そうね、まあ、試し合ったり、そうそう、お互い試し合ったり。あれ、ボリスはどうですか。ワタさんと、タケさんでペダルなんか混ぜたりとかします。しないね。それとも俺のは俺で、ワタさんはワタさん、うん、完全に分かれてると思う。あ、で、俺は結構その新しいペダルとか、うん、試すのはもうすごい大好きで楽しいし、うん、なんだけど、ワタはね、まあ、なんていうのか、やっぱりこう自分がずっと使ってるもの、うんうん、がもう本当基本というか大事っていうのがあるから。ワタさんはじゃああんまり新しいものとかを試す感じではない。あ、そうなんだ、うん、でも本当気に入ったものは本当にとことん使う人だから、うんうん、そうすごいな、逆に、うんうん、なるほどね。あ、まあじゃあ、以上な感じになりましたけど、まあ、アースクエイカーあデバイセスのこのツアーですね。これ毎年やりたいですかね。でもね、ジュリーとジェイミーはもうやる気満々、ね、ジュリーとジェイミーはやる気満々だけど、うん、ね、また皆さんに協力していただいて、あ、でもいろんなバンド混ぜたいですよね。で、うん、将来はもう機材の量が半端じゃないことになってこれでかい箱ね、うん、だってボリスだけであれでしょ。で、今回は多い方じゃないもう少ないかな。え、これ少ないんですか。少ない。マジで。ボリス的には少ない、うん、2フルスタックぐらい前回から少ないです、うん、え、そんなにやってたの、うん、えぐいな。え、あれクリプトも、いや、うちらはあれぐらい、あれぐらい、そうなんだ、うん、あ、まあじゃあまあね、将来まあ機材も増えるでしょうけど、他のバンドといろいろやりたいですけど、じゃあちょっとだけ最後だけ自己紹介、じゃあ、まあ、たけさん、ボリスの、はい、ボリスのたけしです。はい、まあ、俺はアースクエイカーデバイセスのタカでした。クリプトシティのギターのトディです。クリプトシティ中尾健太郎です。ボリスのテックの細川です。で、まあ、将来はカルトとかもなんか一緒にできたらいいですよね。あ、ぜひぜひ。ペダルビルダーサミットみたいな、いいですね、友達の会社で。じゃあ以上、そういうわけで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。